にちは。こんにちは。ゆたかさん、はい、あの昔のプロ野球選手って、まあ、服装もそうですけど、なんかあのスーツとかサングラスとか、ちょっと子供ながらに、まあ、ちょっと怖いおじさんたちだなって。まあガタイもいいしな。同じ。ガタイもいいしさ。ちょっとパンチパーマとか。パンチパーマ全盛の時代だよね。はい、だから今の野球選手って、まあ、おしゃれだったりとか。スマートだね。だってさ、スーツの中がさ、真っ赤とかさ、あれやったからね。誰ですか、スーツの中の。いや、誰だとか、やっぱそういう印象残ってるよ。やっぱ豊かさん裏地も変えてるとか。いや、俺はもうそんなやんなかったけど。豊かさんはじゃあちなみにどんなファッションだったんですか。まあ、例えばその時に流行ったようなものは着ようとは思ってたよね。はいはい、だ俺らなんかは、なんか T シャツに、はい、まあ、春先なんかダボっとしたカーディガンパッと羽織ってみたいな。あ、おしゃれじゃないですか。いや、そうそう。で、パンチパーマはしたことないし、はい、もう普通に髪の毛買った時は、はい、パーマをかけたし。おしゃれな感じだったんですね。そう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 。あ、じゃあその上の世代とかが結構ちょっと怖かったりとか。いや、怖いよ。だって白いエナメルの靴に白いエナメルのベルト。肩着かお前らみたいな。じゃあ、ゆたかさんがその現役の時に、もう極道より極道みたいだった、ダララーンですよ、仁義なきですよ。選手ってちょっとベスト3上げてもらえません？笑えなくなるよ、もう。もういいですよ、本当に。もうこの放送をして、もしかしてゆたかさんがいなくなる可能性もありますかね。出入りがあるかも、事務所に。まあ3位は3位、まず3位、斎藤明夫さんかな。あれ、同じ球団の。いや、怖かった。え、いや、大学もさ、そういうふうに厳しい世界で育って、はい、ね、まあ、野球部だし、はい、まあ、それで、まあ、入団していくわけじゃない、うん、で、やっぱ明夫さんみたいな人っていうのは、はい、いなかったんだよね、うちの大学には。どんな感じで。もうね、もう立ってるだけで怖いって。顔見れないって、目見れないみたいな。目見たら殺されるんじゃない。殺されるんじゃないかな。どんなこと、あーとか言う感じだったから。いや、でも最初すれ違っても怖い。いや、すれ違い余裕受けるよね。何が怖かったんですか、そんなに。いや、もう迫力だろうね。なんかこう試合が終わった時、ああビール持ってこいとか言って。はい、試合終わってビール持ってこい。いや、ガーってラッパ飲みで。球場でですか。うん、ロッカーで。いや、まあ当時は、はい、まあ、そのぐらい緩かったんだよね。で、明夫さんの時は免許なかったし、酒飲むから持ってなかったんですね。持ってなかった。だからビールバーン飲んで、はい、あ、もう一本持ってこいとか言って、そんな感じなんだよ。まあ2本ぐらいは飲んでたから。怖っとか思って。でも口入れ、の今の明夫さんはさ、ものすごい人がいいよ。変わったんですか。変わった、内股だしね。それは確かにこれ怖いですね。でも斎藤さんは知っていくじゃない、はい、やっぱ同じチームだし、はい、だからすごい家にも呼んでくれたし。あ、本当はすごく優しい。優しい、優しい。で、奥さんもすごいできてる人で、はい、あ、もう何でも食べなって、何か食べたいものないのって独身の時ね、はい、あの、食べたいものないのとか言って、うん、いや、これ食べたいですって言ったら、はい、ああ、これ食べなみたいな、うん、すごい家庭的な人ですよ。あ、じゃあ知れば両方ともね、いい方、優しい方。あ、もう優しい方。ただ知らないうちはやっぱちょっと避けるよね、目を合わせない。目合わせたら終わりですよね。終わり。じゃあその、斎藤さんがまず3位、うん、じゃあベスト3、極道よりも極道みたいなベスト2。これ、迷うな。誰と誰で迷ってんだろう。2位は誰ですか。張本さんかな。勝つ。張本さん、そんな極道みたいだったんですか。張本さんは怖かったよ。え、どこ。モルツでコマーシャルで一緒になったんだよ。はい、ね、うん、で、あの最初のこう、まあ決断式じゃないけどさ、はい、球団作ったからさ、モルツ球団っていうの、はい、まあ、その時にみんなあの写真を撮るわけよ、みんな並んで、うんうん、コマーシャルでだ、はい、わーって撮りながら、おい、いつまで撮ってんだろうええみたいな、これ仕事でしょみたいな。だってもう引退されて仕事としてやってるんですよね。そうそう、いつまで撮ってんだ、何枚撮る気がするんだみたいな。そんな感じだったよ。引退しても、引退しても。現役の時もじゃあもっと怖かったの。もっと怖いよ。広島でやじられてて、広島の出身の選手じゃない、はい、それフェンス越しにこうバット持って殴りにかかったからね。怖
完全に極道じゃないですか。いやいや、だけど、モルツの時一緒になって、一緒に食事する機会があったのね。で、豊が一緒に食べようとか言って、バラバラだから、いやー、参ったなとか思って、なんでだ？で、行ったら、あの人はやっぱ頭がいいんだよ。もうね、話すことはもう、大体面白いね。あ、そうなんですか。大体面白いし、あの、年下の人間を可愛がってくれる。すごい可愛がってもらった印象がある。だから見た目とやっぱギャップがすごい。あ、そう、まあ、人間の魅力なんだろうね、ギャップが。あ、それが、それも一つの魅力ってことなの。そうそう。で、TBS の朝の番組 やってるじゃない。あ、今そうですね。あ、俺も何回か出してもらったんだけど、その時やっぱり横に張本さんじゃない、もう豊か何でも言えよって。もう本当に優しい人なの。見た目と裏腹だったんですね。全然全然。だけどやっぱり理不尽なことだとか、もうそういうことに関しては絶対曲げない人だよ。もう許さないと。許さないみたいな。てめえこの野郎みたいな。ファンにさえもフェンスを持って行く。てめえこの野郎みたいな。こ、あ、怖い。そこはやっぱ怖い。だからまっすぐな人なんだよね。あ、曲がったことが嫌いってことですね。そうそうそう。うん。じゃあこの極道よりも極道みたい。第1位。エナさんだな。エナさんは迫力がある。いるだけ存在感。威圧感がすごい。上下関係とかないからね、あの人。上も下もないんですか。はい、とか言って。上にもですか。プロってさ、入団した年とかじゃなくて、期なんだよね。あ、何期っていうことなんですか。何期っていうことなんだよ、あの人の感覚は。はい、だから年上が、後から入団してたら、はい、もう下なんだよ。それもうタメ口ということですか。うん、おいとか言っていや、それを聞いた瞬間、え、こっちの方が上だろうにと思うのも平気。はい、すごいな、一匹狼な感じだったんですか、稲津さんって。まあそうだよね、5分は連れて行かないよねとか。そうですよね、なんか群れをなすタイプではなさそうですよね。だからこうやって一匹狼みたいな、おい後ろから撃つやつは豚野郎だっていうような感じで正面回るみたいな先生堂々と目を見ろみたいな。刺すんだったら正面から、刺すんやったらお前正面も当たれって、後ろから刺すやつは豚野郎だみたいな、そんなタイプの感じの人だよ。怖い。でも3人に共通していることは、やっぱみんな正々堂々としてるという。そうです。曲がったことは嫌いで、だけど正々堂々と正面から来る人には、勝負に関してはね、勝負に関しては、勝負に関しては、勝負に関してはだ、そういうタイプだよね。あ、じゃあ江夏さんも豊さん親交ってあったんですか。いや、あの野球教室とかで一緒になったことあるんだよね、でも江夏さんが言ったことは、草野球でしょ、草野球を教えに行ったんだよ、子供じゃなくて。大人、草野球の大人のチームなんだけど。でもあの時にね、江夏さんが言った言葉は、プロ野球も草野球も変わらんなって、みんな一生懸命さは変わらんなって。あ、それがものすごく印象に残ってるんだよ、ああ江夏さんってやっぱそういう、あの目線を下げて見れる人なんだと思った、その時にね。そうです。だからすごくその時からやっぱ印象が変わった。江夏さんって口が重いじゃん、軽快には喋らない、だけどすごくなんかこう人がいいというかね、だからこう照れ屋さん、シャイな、シャイな感じがする。だからこうしてんのかなみたいな。逆にその弱いシャイな自分を隠すためにっていう恥ずかしい、なんかそんな感じがするよね。だから3人とも共通して言えることかもわからない、なんか豊子さんの聞いたらそう思いました、だから俺が可愛がってもらってるのかどうかわかんないけどさ、なんかすごく気にかけてくれる、まあ秋夫さんでも、ね、番組で一緒になった、豊子元気かとか言って、ああ元気です、春本さんが出たら、お前何でもいいから好きなこと言えよみたいな、ね、で、エナさんエナさんで、ね、やっぱ豊か同士で、そうですね、そういうなんかこう、つながりも感じてくれてんのかもわかんないけど、はい、お元気かと、言い方迫力あるけど、お元気か、お元気か、どっかの親分みたい、お元気か、元気ですね、まあそういう感じ。あ、だから一見やっぱちょっと怖そうな人って実は裏にいい人なんですよね。逆が怖いんですよ。一見いい人そうに見えるのか、実は裏で本当の極道だったりするんですね、非道だったりね。そういう方いました。気をつけます。はい。